DPE とは、撮影済み写真フィルムのポストプロダクション工程を語源とした日本での略語、日本語の一般名詞である。この語は、現像、焼き付け引き伸ばし業務を指し、同業務を行う店を DPE 店あるいは DPE ショップと呼ぶ。小さなスタジオを構え、店主、店員がスタジオや出張して、撮影を行う営業写真館とは異なり、 技術革新により、さらに精度の高い、現像、焼き付け引き伸ばし業務を行える高価な機械を設置している店で行うのが DPE である。DPE を看板に掲げる店は、1970年代から1980年代においては、フジカラーショップ等のフィルム会社の手掛けるチェーンストア的な展開をし、フィルムやカメラを売り、客からの撮影済みフィルムを受け取り、 フィルム会社の現像書に取り継いでいた。現像処理システムの開発で点灯処理できるようになり、1986年のレンズ付きフィルムの登場以来、いわゆる DPE ショップのチェーンが爆発的に増えた。DPE10、コダックピクチャーメーカー客が自分でプリントアウトできる機械日本では、主に現像ラボへの取り継ぎを専門に行う店を DPE10 という、 1980年代に小型の現像処理システムが開発されると時点でプリントまで行う店が増えた。全自動で作成できるためスーパーマーケットなどでも導入された。撮影済みフィルムを現像し、合わせて因ガ紙への焼き付けも行う。同時プリント、現像済みのフィルムから因ガ紙への焼き付けを行う。焼き増し、撮影済みフィルムの現像だけを行う。 現像のみと選ぶことができる。2000年頃からデジタルカメラが普及し急速に市場が縮小、店舗数は減少傾向にある。従来の業務を引き継ぎつつ、デジタルデータのプリントにも注力している。オンライン DPE サービス、オンラインプリントサービス、ネットプリントサービスともいい、デジタルカメラで撮影したデータをメール等で送ると、業者がプリントを行い、自宅や、 コンビニエンスストアに配送する。ありがとうございます。